ブイヤマ市は中華人民共和国福建省南平市に位置する研究市革命ローの一つ年間平均気温は摂氏17度降水量1881ミ、mm、リメートルであるブイヤマ究極系、正面が極序ボン大南東の時代はスーザン春霊安楽幸和に由来しスーアンと称されていた壮代に数安県が設けられ 中華人民共和国まで名称が踏襲された。1989年に研究士に昇格し、V 山市が成立した。農業が中心の経済構造であり、茶葉以外に水筒、柑橘類、スイカ等の生産が盛んである。それ以外には石炭採掘、林業なども発達している。大米に宝を代表とする V 和茶が特産品であり、 中国原産地域産品として国家保護を受けている。下部に三街道、三鎮、四号を管轄する。V 三北駅 V 三は中国の著名な観光地で奇州江南東とも呼ばれる。市の南京付近には関内に存在した古史国の古城があり、中国の国重要文化財に指定されている。宋代の樹家主旗がここに三十数年在住し、使用書院を創立した。 ありがとうございます。